フランツ・ミクロシッチ。フランツ・ミクロシッチは、スロベニア出身のオーストリアの言語学者。1850年から1886年まで、ウィーン大学教授を務めた。独自の体系を持つ、近代スラブ語学を創始し、ルーマニア語、アルバニア語、ロマーニー語の研究も行った。ロマーニー語については資料を集大成し、本格的な研究の基礎を築いた。 シュタイヤーマルク広告家シュタイヤーマルクのルッテンベルクに生まれる。故郷の小学校とバラジディンとマリボルのギムナジウムを卒業した後、1838年にグラーツ大学で文学の博士号を取得した。そこで少しの間、法学を教える傍ら研究を行い、1840年にウィーン大学で法学の博士号を取得した。1844年に ウィーン級定図書館に職を得たため、法学の研究はせず、スラブ語研究に身を捧げた。同年、フランツ・ボップの比較文法に批判的な評価を行った。この比較文法は、後に、スラブ学に革新をもたらす意義深い研究の先駆けとなっている。スロベニアの言語学者、イェルネー・コピタルの死後、ミクロシッチは、スラブ語、ルーマニア語及び、 キリシア語の検閲官となった。1846年には、フランツェ・プレシェーレンの祝杯の第3と第4施設の検閲を行った。1848年の革命時には、スロベニアドナウ共同体委員長となり、統一スロベニアの成功を共同策定した。成功は、同年4月20日、ウィーンのスロベニア人が、オーストリア議会上院で同胞に向かって提唱した。 1849年にウィーン大学にスラブ学研究室が設立された。ドイツ学研究室が設立されたのは翌年のことである。ミクロシッチはそこで教授となり、3年後には文学部学長となった。1854年から1855年にはウィーン大学総長を務めている。1864年にはそれまでの功績により騎士の称号を得た。 1886年に引退し、5年後に永民した。ありがとうございます。